おはようございます。共働きズボラ主婦、しじみです。3月の晩ご飯記録です。3月1日、私がハヤシライスを作りました。3月3日、夫がハンバーガーセットを作りました。3月4日、夫がサバを焼きました。3月5日、夫が牛肉とニンニクの芽を炒めました。3月7日、私が三色丼を作りました。3月9日、夫が焼きそばを作りました。3月11日、夫がとんかつを作りました。3月12日、夫が味噌ダレで肉を焼きました。3月13日、夫が豚肉の生姜焼きを作りました。3月14日、夫が牛丼を作りました。3月15日、夫がサバを焼きました。3月17日、私がトンテキを作りました。3月19日、夫がホットドッグを作りました。3月20日、私がカレーを作りました。3月21日、夫がトンカツを揚げたので、カツカレーを食べました。3月23日、夫が野菜炒めと、お味噌汁を作りました。3月24日、私が三色丼を作りました。3月25日、私がミートソーススパゲッティを、作りました。3月26日、夫が焼き魚定食を作りました。3月29日、夫がトンテキを作りました。3月30日、夫が生姜焼きを作りました。本日は業務スーパーで、チキンナゲットを買ってきました。今日はビール飲みます。それと鶏ガラスープの素。この量で198円。アボカドは199円。最近あれこれ高いですよね。そこで揚げナスですよ奥さん。これも業数の達人たちが、推してる一品、なんと158円です。袋の裏側に、ちゃんと鍋を使った美味しい調理法が、載ってるんだけど、家事野郎でも YouTube でも、そんなことしてるとこ見たときないから、こいつはレンチン一択なはず。600ワットで3分加熱しました。ポン酢か麺つゆをかけて、出来上がり。これは副菜レギュラー入りです。手抜き料理を一品習得したところで、お昼ご飯を作ります。ダイエット中でもパンが食べたいので、オートミール蒸しパンを、改良し続けています。以前はその辺にあった、耐熱タッパーに入れて作っていましたが、食パンサイズのタッパーを買いました。これで作るとこう、食パンと同じぐらいの厚みになります。1100ml です。出来上がった蒸しパンに、クリームチーズとアボカドを乗せて、お昼ご飯の出来上がりです。では、失礼していただきます。最後までご視聴ありがとうございました。